プルスルトラ、どうも小三治です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は相澤先生について考察を交えながらまとめていこうと思います。では早速いきましょう。今回の動画では相澤先生の除籍処分について、新宗君をなぜ弟子にしたのか、過去と今、そして相澤先生の名言について見ていこうかなと思います。まず除籍処分について、これはビジランテで相澤先生が UA ヒーローを始めた理由が明かされた時から疑問視されていました。というのもビジランテの時系列はオールマイトがサーとコンビを解消した6年前より手前であることから、相澤先生が UA ヒーローになったのは5年前とすると、最大のクラスの除籍人数は20人 ×5 で100人、しかし通算除籍指導数は154回であり、他のクラスの生徒を処分していた可能性がありました。しかしナンバー254で「誰よりお前はヒーローに」という回で通算除籍回数154回の理由が明かされました。それは相澤先生が生徒に除籍と復籍の権限を与えたということらしいです。つまり復籍した生徒を何度も除籍にしていた結果が154回、この除籍は相澤先生なりの優しさであることが序盤にオールマイトの口から明かされていましたが、その真相はヒーローに求められる自己犠牲の精神と命を犠牲にして誰かを救うことは同じではないという考えから来ていたものでした。それは親友である白雲の死が原因であり、助けたいという思いが先行し死んでしまったらヒーローの人生は終わる。その助けた行為は無意味ではないが、ヒーローとして今後助けることができた可能性を捨てることになる。当然亡くなることで悲しい思いをする人もいる。これらのことを理解せずに命を捧げることは間違いであるというのが相澤先生の考え、価値観だと言えます。だからこそ誰よりも生徒に厳しく接してきたんじゃないでしょうか。次になぜ新宗君を弟子にしたのか。第一の理由は、新宗君に足りないのは自分と同じ欠点だと思ったからでしょう。相澤先生の個性抹消は、個性ありきの超人社会における戦闘では場にいるだけで制圧できます。あと必要なのは自分の力だけ。新宗君は相手に返答させれば相手の自由を奪える。相澤先生より制圧能力に長けている個性だと言えます。そして新宗君の洗脳は戦闘だけではなく救助活動においても活躍できると UA 白書のデクは分析していました。戦闘でも救助活動でも活躍できる新宗をヒーローにさせるべく弟子にした。そんな新宗君は相澤先生と共通点が多いです。例えば猫スピンオフの UA 白書から、新宗君と相澤先生は互いに猫好きであることを分かっているような発言もあるため、この辺りも関係を深めている一因なのかもしれません。続いて相澤先生の過去と今。学生時代の相澤先生は悲観的な性格で優柔不断、そして3人の中では面倒見のいい立場でした。しかしビジランデのエピソード64の頑張れ翔太以降、自分の優柔不断さは友を失うことにつながる。しかし迷いを捨てた戦闘は強い敵にも勝つことができ、合理的に物事を遂行することの重要性を学んだ。そしてひたすら一人で努力し、 UA 卒業後も3人で過ごした思い出に蓋をするようになった。そしてふとしたきっかけで過去を思い出し、 UA ヒーローになり現在に至ります。最後に相澤先生の名言。相澤先生は2つの長編に1つぐらいのペースで名言を残すので印象深いセリフが多い印象です。その中でも僕が一番好きなセリフは神の事件における記者会見です。当時爆豪がヴィラン落ちするんじゃないかと騒がれていた中、爆豪の思いがはっきりと爆豪の口から語られ、その爆豪の気持ちをしっかり理解していることがわかる相澤先生の発言はとても印象的だったことを鮮明に覚えています。ぜひ皆さんの相澤先生の好きな名言教えてください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。See you soon. バイバイ。